So we got Big Zam's Last Stand. ブレイクミッションでオルガ団長をはじめ鉄火団のみんなもブレイクアウトできたし、あとはモビルアーマーを見つけるだけ。そうなるね。飛び入りセッションしてくれたフルアーマーガンダムもサンダーボルト宙域に戻っていったし、イオフレミング少尉、まさに稲妻のように現れて去っていったわね。 今回のミッションは緑色のモビルアーマーイクザメがソロモンを飛び立った後の話だね。ソロモンの外でガンダムを援護することになるよ。モビルアーマーさえ落とせればこのソロモン攻略戦、私たちの未来を私たちが修正し、これが未来を見据えるということ。ハーメス・マーキュリー、 あなたは何を知っているの？何を伝えたいの？戦争根絶のために武力で介入していく。でもいくら世界を変えるためだからって。その覚悟はある。それがソレサルビーイングだ。 なめるなよ、このビグザムは長距離ビームなどどうということはない。道連れに一人でも多く地獄に引きずり込んでやるわ。悲しいけどこれ戦争なのよね。の下が耐久防御。まだまだって。 バランスが。また負けん。アムロ少尉さん、あのモビルアーマーの所まで援護します。了解、頼みます。スレッカー中に僕が必ず。今のがビグザム。アムロ少尉が落としたの。ホワイトベース隊のスレッカーロー中尉。 彼がコアブースターで実行したんだ。特攻？史実ではガンダムがとどめを刺すはずなんだけど、ビグザムがソロモンを地表に落ちるなんて。じゃあ私たちでガンダムをそこまで導くのね。ジオンの軽巡洋艦が地表近くまで降りてきてる。あれは無罪ね。もう撤退は始まってるのに。招待長さん、できたらでいいから撃沈して。 あの巨大モビルアーマーのビーム・バリアを破るには直接攻撃しかなかったんだ。見た目なら周囲の犠牲を無駄にしないためにも。市場は禁物です。あのモビルアーマーにこれ以上の損害を出させちゃいけない。そんな巨大モビルスーツ、強力な磁界を発生させています。
So all we got is the big man over there now.
So we got everything we're supposed to get. これでこのディレクトリの修復はほぼ完了。なんだけど、ポストディザスターの時代が。三日月、秋広、バクギリス、このディレクトリ内に。ハロ君の言う通り、ピースがないパズルは完成のさせようがないんだよ。まさか階層をまたいで他のディレクトリに。可能性は実は高いんだよ。次のディレクトリに繋がる抜け道も見つかったし。そんなあっさり？罠なんじゃないの？セキュリティホール、セキュリティホール。
ハッカーを捕まえるための常套手段ではあるけど、もしあいつならそんな回りくどいことする？確かに前回みたいに直接仕掛けてくるはずよね。ならそれなんだけど、アクセス時点で弾かれちゃうんだよ。管理システムからの返答もないし、異常なブレイクミッションに接続した影響かも。このままだと寿命とかどうなるのかしら。ご飯食べてないけどずっとこのまま？現実逃避するな、ユン。ちょっと私が防壁破りプログラムを組んでみる。ハロー、キーボードを接続。ユノ、接続を。いくらユノ姉さんとはいえ、そこらのスパゲッティコードじゃ。確かに姉さんは以前フラグメントキーの小さなバグを。でも今回はメインシステムへのアクセス、システム側の助けが。このコードのパターン、 AI が組んだにしてはムラが多すぎる。ユノ、何か分かったか？ユノ、やっぱりこのセキュリティホール、うまく偽装してあるけど単純。さてと、あとは仕上げを。え、もうできたの？何よ、不都合があるの？この前バグったフラグメントキーの修正は。スーパーハッカー。ただのプログラマーよ。そんな怪しげなのと一緒にしないで。ユノ、次のディレクトリー。パスコード入力やりたかったの？また今度にしなさい。さて、これで次に進めるとして、ハーメスが言っていた未来が続くとして、ジオンのルビコン作戦、連邦のチェンバロ作戦。じゃあ、ユノ姉さん、無事に次のディレクトリに転送成功だよ。まあざっとこんなものね。ユノすごい。ユノ最強プログラマー。エマージェンシーコール？まさか私ともあろうものがバグを。ユノ違う。ユノ、正体不明の人格プログラム侵入、正体不明。人格プログラムって要するに侵入者ってこと？追跡不能、追跡不能。どこにいるかわからない。さくら、施設内をスキャンする機能は他にないの？こうなったら最終手段、手分けして探そう。私はハンガーの方を見てくるね。最終手段、人力なの？私のプログラムの穴を突かれたのかしら。ハロ、アラートは切って。了解。ハロ、どこ探す？ユノ、あなたはここで待機よ。私と小隊長は電算室の方に行くから。何か先輩よろしく。ハロ、わかった。ハロ、よろしくされた。こっちの方で一瞬だけ不良セクターの反応があったんだけど、それ以降はスキャンに引っかからない。もしかして引っかかったのは私？そういうことになるな、 SACRS。 サクラスラッシュ覚えなさいっての。こんならば俺の名もそんな別称ではなく、しっかり記録してほしいものね。そんな無駄な記憶領域はないからね。やはり制御コードでもあるプログラムファイル名を認識していない。そんなことよりいろいろと話してもらうよ。ユノ姉さんのプログラムは解析済み。さすが、奴が直々に用意した AI、 優秀だな。だが君ではレディー、君が AI である限りだ。だから奴は俺を、そして今はレディーユノを選んだ。
に知られずに彼女と話すため、彼女とそして彼に託すために。さあ立ちたまえ、ブリッジへ案内してもらおう。 SAC、 いや桜スラッシュ。了解いたしました、マスターハンズ。 Ah damn, she ain't got mind control。流行らせようとするのはやめたまえ。ジェントルクリムゾンメガネなど。ハーメス・マーキュリー、侵入者はあなただったのね。じゃあサクラがおかしくなった。特に問題はございません。いかがされましたか、ユノアスタルト特務総長。私は全くもって全然少しも大丈夫じゃなさそう。ハーメス、サクラに何を。今は俺が作った人格データで稼働している。彼女はモニターされているのでね。そのまま。モニターって誰に。それは言えん。 G ユニバースに張り巡らされた監視プログラムに。そんなものが。今までいろいろ好き勝手喋ってきた。先行型プログラムであるイリオンステーブルは検索避け用の防衛だが、それも二度にわたるガベージスペースでの解析により無効化されつつ。バックドア、隠された通信接続経路。お静かにしてください、球体。それでは半分しか正解しておりません。その通りだ。バックドアなど仕掛けるまでもない。このイリオンステーブルは。やっぱりあなたが私たち以前にここに来た。時間がない、語れることも多くはない。だが可能な。いいわ、聞かせてもらいましょう。どうして私たちがこの G ユニバースに引き込まれたのか。まず。そして小隊長君、君も重要なポジションにいる。敏腕プログラマーと対応なす凄腕のパイロットとして。私たちの歴史に関わるブレイク現象が多いのは確かにね。まず大前提の話をしようか。この G ユニバースの成り立ちを。それは最初にさくらから聞いてるけど、わざわざ繰り返さなくても。マスターハーメスの気障りがたいお話を聞かねというならば許しはしません。電気を流しますが。あなたそんな機能あったの。よろしいわけないでしょ。ハーメス、いいから話せ。ハーメス。 G ユニバースはガンダムの歴史の記録、それはすなわち人類の闘争の歴史そのものと言っていいだろう。ここではその記録を繰り返しシミュレートし、結果を観測し続けている。意図的にイレギュラー要素を入れ、結果を変える実験もしていたようだが。それがブレイク現象ってこと？そもそも誰が何のためにそんなものを作ったの？この世界がいつ誰によって作られたのか。この世界ってデータベースなんでしょ？どうして基盤となるものが見つからないのよ。このシステムが作られたのは遠い遠い昔のことのようだ。途方もない回数の更新を続けるうち、オリジナルともいえる初期データは消失。も現在は全て管理システムの AI によって自動管理が行われています。やっぱりやつというのは管理システムのことで間違いなさそうね。そのものではないはず。ブレイク修正を行うことが結果的に計画の成就につながるのは間違いない。マスターハーメス、それ以上は管理システムによる定期スキャンの際に検索ワードチェックに引っかかります。さっきから情報が曖昧だったり記憶がないみたいな話をしてるけど、それは何？プロテクトがかけられているとも言ってたけど。これは失礼をした。俺の意識は基本的に奴の支配下にある。今はその隙をついて行動しているに過ぎないのだ。管理され、何かをやらされてる。私たちがやってる修正はもともとあなたのものだった。それはイエスだ。俺の人格は強制され、
当時の記憶は消去やプロテクトがかけられたりしているがね。私たちもいずれ同じ目に遭うってこと？それはノーだろう。君たちがブレイク修正を続ける限り、奴は君たちの行動を黙認するはずだ。あなたがやっている様々な歴史のガンダムやモビルアーマーのデータを収集している理由は？残念ながら目的についてはプロテクトがかけられている。訳も分からず仕事させられる、こっちの身にもなってほしいというものです。もっともだが、推測することは可能だ。To create a Gundam, which I assume would be to create a Gundam. Demo, この世界はデジタルデータ、シミュレーションに過ぎないわけでしょ？なかなか興味深い考察だが、今はデータが足りん。俺はそれを伝えに来た。ここまで長々と話してきましたが、かいつまめは一行で済む内容を。そういう断片化された記憶を伝えるだけでも意味はある。人間はこの G ユニバースで何かが行われている。それを知る鍵は、そうだ、君たちには未来、ガンダムの歴史を見据えて行動。歴史の中で何が生まれるのかを受け入れろ。君たち自身がイレギュラーにならないために。私たちが現実の世界に戻るためには、どのみち管理士、いいわ、あなたの口車に乗ってあげる。その代わり嘘はなしよ。ハーメス・マーキュリーの名にかけて、レディー・ユノアース。ハーメス、ブレイクミッションなんだ。いいだろう。このディレクトリに前の階層か。ポスト・ディザスターの時代、モビルアーマーとあの戦いのブレイク現象は修正できておりません。トゥルーミッションが発生しませんでした。ディレクトリごとに関連付けられているデータが階層をまたぐことは本来はありえない。それを確かめつつ歴史は正していくと。鉄火団の少年たち、そして後にマクギリス・ファリド事件と呼ばれる戦いの中心にいた男をサルベージする。そのために修正しなければならないブレイクミッションは3つある。宇宙世紀から2つ、コズミックイラが1つ。心してお聞きいただくのがよかろう。まとめると、宇宙世紀007、宇宙世紀0087、一年戦争の終、地球連邦軍の特殊部隊ティターンズの拠点、地球のキリマンジャロ、そしてコズミックイラ71年、宇宙要塞ヤキンドゥーエを抑えて。データによると、要塞側面に位置する資源衛星から回り込むこと。このどれもに前のディレクトリからポストディザスター時代の歴史データが入り込んでいると。ユノ、まとめ、お疲れ。やればできるじゃないですか、ユノ。何その上から目線。あなた、だんだんおかしくなってない？では、ミッション登録のためにその端末ハロにミッションデータを転送し。キーボードから入力してる。 AI であるサクラはハロに触れるだけでインストールが可能なのに。マスター、もたもたしすぎではありませんか？そのメガネ、ねじ曲げていいでしょうか？まあ、待ちたまえ、さくら。妙だな。確かに人格データが不安定になってきているような。俺のプログラムに不備はないはずだが。ちょっと！あなたが帰った後、さくらは元に戻るんでしょうね。ああ、問題はない。そして時間もない。ハーメス、ミッションデータのインストールするのか、ハーメス。そうだ、ハロよ、受けてもらおう。インストールナンバーゼロ、このプログラムを受け、読み。何それ、ハロも付き合わなくていいから。そんなのにマスターハーメスのダサかっこよさに
イチャモンつけるのは許しませんぞ。あんたもよ。小隊長も乗ってあげなくていいの。図に乗るでしょ。ブレイクミッション登録完了。それは何よりだ。そして小隊長くんはしないでよ。戻らないと。Damn, あなたの制御下から外れているものがバレるってことね。管理システムに俺ともあろうものがこの時間を少し楽しんでしまったよ。ユノアスタルト特務総長、最後に一つ忠告しておく。桜スラッシュを信頼しすぎる。こんな私にご用心、肝に銘じておくことだな、ヘチャムクレメ。そりゃこんな信用しないけど。この不安定さが俺のプログラムが変異を起こしているためか、彼女のウイルス防壁のせいかはわからん。だがサクラは管理システムから送り込まれた存在。俺が俺でない状態で出会った時も言動に気をつけたまえ。我々が管理システムに造反していることが看破される恐れ。気づかないふりをしろってこと？方法は任せよう。聡明な君のことだ。そうですか。意外と曲がっ。もうこいつ持って帰ってくんない？今回の状況については記憶にプロテクトをかけ、あとは私が口裏を合わせればいいわけね。では時が。私としたことがなんか中途半端なところでデータ更新が入っちゃったみたい。ごめんね、ユノ姉さん。ブレイクミッションの説明をしたところだったっけ。宇宙世紀のアバオア空と地球のキリマンジャロ基地。そうそう。さてど、なるほどね。ハーミスの基地どうしたの？まだ質問を。What are you talking too much? 完璧じゃない。さくら、後でウイルススキャンを。Damn, they talk a lot. Alright. Okay, we're gonna take a break on this. I'm gonna do some grinding. I'll get back to this during sunrise. It's like 3:06 a.m. So I'm gonna do most of this grinding off cam. So, I'll get to you guys in the morning.